朝食を食べに行きたいと思います。Morning. Yeah, tutu. Yes, that's all. This one.朝食はこういう感じです。目の前がクサビーチなので波をチェックしながら食事ができます。朝食の時間は朝6時半から10時半までの間です。他に幅があって余裕はありますので、おかわりをしました。鯛が多くてすごい嬉しいです。毎年に来たらなるべく野菜と水をたくさん取るようにしてます。フラジで誕生日を祝ってくれてました。バイトのクサビーチの前にあるホテルグランドスタナダマを紹介したいと思います。右側にはプールがあって朝食を食べるレッスンがあります。いいとかモニー中はものすごく広いです。いろんなタイプの部屋とか一軒家のような部屋もあります。部屋の中に入ってみましょう。部屋はカードキーになっています。これをポケットに入れてサーフィンしても問題ないです。玄関を入ってすぐ右側にはメインスイッチがあります。これでもこういう感じでおなじみのお尻を洗うコースがあります。タワールームがあって洗面所はこういう感じです。クローゼットを開けるとセキュリティボックスがあって、洗濯物を頼めるランドリーボックスがあります。テレビと冷蔵庫もミネラルウォーターのサービスとコーヒーとかもサービスで用意されています。ベッドは大きなダブルサイズ
わかんない。大きな別を用意してくれました。よいしょ。2泊3日で朝食付きで2名の料金は19,850円です。皆さんいかがでしょうか。